ご苦労様です、阿行様。昼食のご用意ができました。もうそんな時間か。お口に合うかどうか心配ですけど。ありがとう。ちょうど腹が減っていたところだ。食卓がございませんので、こちらの机で。一つ聞いてもよろしいでしょうか。最近質問ばかりされてるな。しかも痛いやつ。疑問があるのです。どうぞ。阿行様の別れた奥様というのは。来た来た。なぜ阿行様を見限ったのですか。知らんな。あやめに聞いてくれ。あやめ様というのですか。ああ、俺と同じ探偵でね、一緒に事務所をやっていたやつさ。共同経営という形態でしょうか。そう言えなくもないな。20そこそこの年でクラス B は目前だった。後にも先にも俺の最良の相棒だった。どうして別れたのですか。追っていた犯人についていったからだ。犯人様の方が阿行様より魅力があったからでしょうか。かもな。女の心は秋の空さ。あまり食が進んでいらっしゃらないようです。お前そりゃ皮肉か。もっと知りたいのです。なんだか身元調査されてるみたいだな。はい、ごちそうさん。すみませんでした。私が阿行様の気分を害したのでしょうか。いや、昔を思い出したせいだ。ミントの責任じゃない。すみませんでした。気にするな。もう少ししたらお洗濯を始めますので、洗濯物がございましたらお早めに。すっかり板についてきたというか。阿行様、もうお昼ご飯は後片付けしてしまいました。お夕食は夜の6時からですので、それまでお待ちください。ゴミなどを捨ててきますので。どうかなさいましたか、阿行様。いや、一体ここはどこだろうと考えていた。今お洗濯中です。パンツなどございましたらお出しください。昨晩変えたばかりだぞ。阿行様はお洗濯物を貯めるタイプですね。そうかな。前は連れ合いがやってくれてたからな。こうしてお洗濯をしていると。何か重要な情報を思い出しそうか。心の充足を得られるような気がします。変なやつ。まもなくお夕食のお買い物に出かけます。それでは失礼します。中華街の娘かな。
すぐお夕食です。ハギョウ様、お夕食のご用意ができました。もうそんな時間か。ふう、お口に合うかどうか心配ですけど。ちょうど腹が減っていたところだ。食卓がございませんので、こちらの机で。何謝ってるんだよ。すごく美味しいぜ。奥様のことです。阿行様、お気になさってるようですから。ワイフじゃない、元だ。もう赤の他人だからな、気にするな。阿行様のことがもっと知りたい。え？何か言ったか？いえ、何か変です。そうか？この香辛料は絶妙のエッセンスだと思うが。阿行様を思うと、なぜか。いえ、後片付けしますね。すみません。最近謝ってばっかだな、お前。すみません。食生活でいいのだろうか。阿行様、本日もなさいますか？おお、気持ちいいやつを頼む。たくさん出してさっぱりしてください。白いやつをたっぷりとな。誠心誠意尽くさせていただきます。おお、耳かきは気持ちいいぞ。耳垢をたくさん出してさっぱりしてください。なんで耳垢って白いんだろうな。皮膚細胞が死んでいるからです。というわけだ。良い子のみんな、わかったかな？どなたにおっしゃっているのですか？大宇宙の意志だ。ありがとう。さっぱりしたよ。はい、またご要望があれば。耳かきの才能はあると思う。阿行様、またお耳掃除ですか？何度もやると中耳炎になってしまいます。また明日にいたしましょう。ご苦労様でした。お風呂をいただいていました。いつもこの時間帯に風呂に入ってるね。風呂好きだな、ミントは。お風呂好きな女の子はいいとおっしゃいましたから。なんでそれでミントがまめに風呂へ入るんだ？そんな…いいえ
お流ししましょうか。じゃ、少しだけ。はい。いつも夜遅くまでご苦労様です。仕事だからな。探偵のお仕事でしょうか。なあ、一つ立ち入ったことを聞いてよろしいでしょうか。俺の初体験かい。初体験の目的語が欠如していますが。だが人間にはこれでわかるのさ。私にはわかりません。そうだな、ヒントを出そう。目的語はあれさ。どれでしょう。次、第二ヒント、気持ちいいこと。わかりません。次、第三ヒント、天に昇る安らぎを得られるもの。理解不能です。次、第四ヒント、心の充足を得られること。まだ情報が不足しています。この文だと一生わからんだろうな。答えは、うん、次回のお風呂までの宿題にしておくか。ところで俺に聞きたいことって。アニオ様のお年です。1万歳だ。はあ、いい風呂だった。あの、なんだい。宿題は次回まで考えていてよろしいでしょうか。ああ、あれか。まあ真面目に考えすぎない方がいいな。ますますわかりません。あと、ん、1万歳というのは何かの間違いではないでしょうか。どう考えても不可解です。男って生き物は不可解なもんさ。ミントには一生かかっても無理だな、アリア。アギョ様、お風呂はもう抜いてよろしいでしょうか。何かあるときはお呼びくださいませ。何かハウスキーパーでも雇った気分だな。
行様、おはようございます。ご飯のご用意ができました。もうそんな時間か。お口に合うかどうか心配ですけど。いただこう。食卓がございませんので、こちらの机で。なあ。はい。ずっとそうして見てるのか。はい。ごちそうさん。もう少ししたらお掃除を始めますので。